今日はちょっといつもとは違った緊張がありながら、今ありのままの自分を表現に乗せて利用いたしました。今を表す書はランという漢字にしました。いろいろ自分も自制心とか保てたらいいなと思いつつ、そういう気持ちも込めてランという文字にしました。未来の一文字はアンという漢字にしました。ランという漢字を選んだのと梅雨になることなんですけれども、みんなが穏やかに安心できる社会になればいいなっていうのと、みんなが安らかな時を過ごせますように願っております。これからの夢なんですけれども、僕のねお芝居を見てくださることで少しのね提案が訪れれば、もうこれは本望だなと思いますので、精力的に僕も素敵なお芝居を届けていけるように頑張ります。